皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。創作よくチャンネル動画のご視聴ありがとうございます。今回はですね、こちらを食べていきたいと思うんですけども、はい、出ました。はい、ペヤング焼きそば、極激辛カレーのハーフ&ハーフ超重いということで、まあ要は極激辛のシリーズがこれも2つあったと思うんですけども、それがこうね、ハーフ&ハーフの一つにまとまった感じになったやつなんですけど、まあ、これ発売日は、先月の19日だったわけだったんですけど、ちょっとそれに自分がちょっと気がつかなくて、で5月に入ってからまあこれが出たっていうことが分かったんですけど、じゃあいざこう食べてみようかなと思ったんですけど、どこにも売ってなくて、まあ、スーパーあっちこっち回ってコンビニ回ってないなっつって、まあやっとですね、フラッと立ち寄ったファミマに置いてあったんですけど、まああの言うてね、これどちらも一度は食べきってるものなんで、まああのゲームを1回クリアして、まあ、そのクリア得点の武器で、2周目を無双するくらいのね、緩い気持ちで、これを食べてみたいと思うんですけど、まあ、今回はですね、一応、まあ、完食するっつうのを目的にしたいと思うんで、まあ、あんまハードルを上げすぎずに、まあ、そのクリア得点の武器として、はい、まずはヨーグルト、それからビールですね。まあ一応買っといたカルピス、ちょっとヨーグルト風味のカルピスというようなものもありますんで、とりあえずね、まあこれを飲みつつ、どれかを飲みつつやっていきたいと思うんですけど、まあまずはですね、もう有無を言わさずこのビールを、というわけでビールをかっこむ、まあガソリンをちょっと体に入れる感じですけども、というわけでこちらをね、食べていきたいと思います。こちら極激辛ソース、まあ相変わらずこの毒々しい色をしてますけどね。はい、まあこれ極激辛シリーズ2つありますけど、まあどっちが本当に辛かったかっていうと、まあこっちですね、オリジナルの極激辛の方がね、まあ辛いっていうか、その口に入れてこう飲み込もうとした時にもう全力でこう食道が拒否して、もうチャックリが止まんなくなっちゃったっていうね、こっちがあったわけですけども、カレーの方はですね、まあ、結構美味しくいただけたような記憶はあるんですけど、まあ最近は、焼きそばとかラーメンとか、まあ、辛いものをまあいろいろ食べてみたんですけど、まあいずれもね、まあこの極激辛シリーズには遠く及ばない、まあいわゆるこう旨辛の、まあ、美味しい辛さのやつだったわけで、まあ今回ですね、この2つ一緒になっちゃったっていうやつ、こちらがね、まあ、完食できるかどうか、うん、これをねちょっとやってみようと思ったんですけど、じゃあソースを注いでいこうと思います。まずは極激辛カレーじゃなくて、まずは極激辛ソースから。このソースをかけるときに、この真ん中にドバーってかける人いると思うんですけど、まあ、それだとね、この真ん中にソースが偏っちゃって、ね、余計に辛く感じちゃうんじゃないかなと思って、まあ自分はこうやって綺麗に平たくこうねかけることによってね、辛さがこう満遍なくなるというふうに思ってやってますけど、まあささやかな抵抗ですけどね。でこちらが極激辛カレーソースの方ですけども、はい、じゃあ混ぜていきます。まあ刺激臭もかける2ということで、結構ね、結構来てますけどね。はい、というわけでこちら、
こっちが極激辛、こっちが極激辛カレーというわけで、いただきます。ではまず極激辛の方から。久しぶりですね、去年の2月でしたっけかね、この動画出したのは。いきます。やっぱりね、今度辛さがないけどですね、じゃあ今度はこう聞いたらカレーの方ですね。結構ビールとよく合う感じですね。来ましたね、この辛さが。あー、やっぱり余裕かと思った。ここはやっぱりというわけで、ペヤング焼きそば超大盛り、極激辛カレー、極激辛ハーフ&ハーフだったわけなんですけれども、まあですね、一度やっぱ食べきってるからといって、まあ楽に食えるわけじゃないですよね。まあ要するに
まあ、辛いものが、量が2倍になって、あるわけですから、相当まあ完食するのはしんどかったですけれども、美味しくいただけましたね。はい。まあ、ちょっと発売からちょっと経ったんで、なかなかこうお店で見つけられないかなとは思いますけれどもね、もう辛いものがお好きだという方はね、ぜひ試してみてはいかがでしょうか。まあ、今日はですね、チートを最大限に使って、まあなんとか食べられましたけど、やっぱですね、このヨーグルトがね、一番、消化剤としてはいい感じかなと思います。はい、本当にこれ、これは即効性でね、辛みをちょっと和らげてくれるので、これはね、非常に助かりました。というわけで最後まで動画のご視聴ありがとうございました。よろしければグッドボタン、チャンネル登録もお待ちしております。関連動画を指している人からよろしければ他の動画を見ていってください。それではまた別の動画でお会いしましょう。